関西の強豪リンドバロッサ京都との40分ハーフのトレーニングマッチ。立ち上がりから互角の試合を展開していく中、ラスト数分で崩れ1対4で折り返した前半。ボールホルダーへのプレスに関して歯がゆさを感じた高人は作戦ボードを手に語気を強めてメンバーへ語りかける。ただ下がってるだけで全部これあったらこういうフリーすぎて、もう運べるし、もうきついけど練習試合でだって俺らミドルリーグで勝つことがあったらないし、完成リーグ目指すんだったらこうきついけどこれやんないと絶対この先上に行けないし、もう今からやっとるって損ないし、これで俺らリンボだからってまず引いてずっと引いてこれやっとると俺ら成長絶対ないし、こんなんかこされてやってるわけじゃないですから、俺としてはもうすごい目標は関西リーグ。この先の俺たちの成長、数年後の関西リーグを見据え、結果以上に成長をつかむべくラパスにとってチャレンジの後半戦が始まる。立ち上がりからボールホルダーに対しては距離感を近く、人数的にも体力面に難しさはあるが、体力が尽きた後のことは今は考えない。これだけの強豪相手となればプレス強度が上がっても簡単に奪えるわけではないが、前半とは違い簡単にピボ当てを入れさせない、もしくはボールをつけられても落ち着いて2人目3人目にゴール前で絡ませない、確実にリンドバロッサに嫌な思いをさせることができている。ハコがこの位置でファールを受け PK 獲得。トーヤがこれを落ち着いて決め1点を返す。右サイド完璧に崩されセグンドに入られるが、ここはハコが身を挺してボールを死守。
激しさが増す中、後半も3分の1が経過。一進一退の攻防が続く。日向がかわされ、ゴール前1対1。ここは拓が素晴らしい判断でボールを蹴り出す。コーナーキック、達也の指示中にボールを通され失点。ここは集中しておきたい。立て続けにこの位置でボールを奪われ失点。得点差は4に。タカとトーヤの連携からこの位置でトーヤの個人技が光る。しかしここはシュートまではいけずカウンター。きつい時、亮太の掛け声が響く。ここまで通算約70分、ややメンバーのプレーの質が落ちてくる。ここを踏ん張れるか。この位置から反転シュート、リンドバロッサ追加点。直後さらに失点を重ねる。失点後に大きく崩れることが多いラパス、踏ん張りたい。
キーパーダッシュのこのパスを引っ掛けられさらに失点、一気に7点差。もはや反撃の力は残っていないのか。直後学院コンビのパス交換から最後は亮太、1点を返す。最後の力を振り絞り前プレで達也と亮太がボールを引っ掛ける。この位置でフリーキック獲得。これを亮太が決めて4対9。過去の股抜きパスから一気に2対1。東野のラストパスを両隊が落ち着いて沈め一気に3得点。点差を縮めるラパス。過去の股抜きシュート、これは相手ゴレーロナイスセーブ。達也得意のダブルタッチ。3対2、大外の亮太へ。このシュートはゴレイロに防がれる。続けてカットインからシュート、これはゴレイロ正面。ちょっとごめん、勝手。1点取ろう、1点取ろう。終盤の追い上げも届かず、ここで試合終了。課題の残る試合内容、特に守備面での課題は山積みだ。ありがとうございました。僕らちょっと季節選手に終わってミドルリーグから参加することになったので、ちょっと季節ごとに春夏秋冬で移動してもらっていいですか。ってことは4年後追いつくのは、そうです、はい、16回、はい、え、じゃあこれからこの差を埋めていっていつか追い抜こうと思ってます。達也に競技フットサルの魅力を伝えた原田監督との話し合いのもと、リンドバロッサとは今後も定期的に試合を重ねることに。再結集して勝ってませんので僕たち。次回、今回敗戦、前回のプラムワン戦での引き分け、再結成後勝利のないラパス。ここで兵庫県2部リーグリンクからトレーニングマッチの依頼が入る。ラパスが所属するリーグの一つ上のカテゴリーに属するチームだが、見事に勝利することはできるのか。
ラパスの挑戦はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。